毛利山城、または、牛が、美取では、美濃国、現在の岐阜県美濃鴨市あたご山にあった、日本の城跡。梶田城の南方7キロメートル、JR 古井駅北方の日田川う岸に面した、丘陵上に位置し、川の断崖絶壁に臨む堅固な山城であった。岐阜城主、織田信隆の家老で、梶田城主の斉藤敏行が、金山城主。 森長吉の不穏な動きに対抗して、天正十年に気づいた。織田信孝も兵を使わしていた。利鷹氏の重臣、西村次郎兵を中心とする、梶田た州が、城代、城番を行っていた。梶田、金山合戦の前哨戦として、登場にて、梶田た州と森軍が戦い、森軍の二度の攻撃に落城しなかった。両軍急戦となり、西村次郎兵ら、 か、春田衆は、本場の、かじたしろ工場船のため引き上げ、空となった鳥では、同年7月3日に、かがみ現象らの森軍が占拠した。その後、森長吉の領地家造のため城を統合し、かじたしろと共に廃城となった。城石は、小尾の天狗山と呼ばれる、宗教団体、皇帝教の本部敷地となっている。車と空堀、石垣が残り説明板がある。 眼下に、日だ木曽川国定公園の日だ川を望む、継承地となっている。ありがとうございます。